りあえずこの近くにあることは間違いない、ね、瞬時のダメだ。あかん、これキャンセルできんの？殺せばいい？関係ないな。複数の的が壊れるかと思ったけど、普通にスタミナ足らんな。増やしちゃうか。ああ、そうなんだ。マックスね。さあどうだ。さあ行きましょうか。行けるはず。コースが良くないですね。お、4つ。おお、あっとった、よかった。面白いもんだ。クラブ。ああ、そうか。半分の1クリアですね。長い長い。その写真がね、全く、うん、こっちの地方をもしかしたら含んでるのかもしれない。マップ開放しに行きます。うん、やっぱりここはマップの入手なさそう。あれはどこのマップだ。あ、あれか。全然あんな端っこじゃん。さあ、久しぶりのマップ開放。広いな。待てい。
てお、いうわっ、そうだよ、絶対第三者に見られたら止められる光景だよ。さあ次は何だ。はあ、マサソドって言うんだ。うーわー、絶対素通りしてきた。ほんとマニアックだな。もうこのミッションやってるとほんとにいろんなタイプの武器をストックしとかないといけないから割とパンパンなんですよ。いらないやつでパンパンに。よし、ということで今回はここまでにさせていただきます。あ、そうだよね、多分あれだな。岩田さん、嬉しいコメントありがとうございます。ほぼ全財産だ。どんなやつが出るんだ。ガングローか。もう全員強烈だよね。これが最後なんだ。最大までって言ったの今。あ、星のかけらが材料になるんだね。28めっちゃ強くなるじゃん。ついにやられたな。すげえ、力ずくだ。もう一回言ってらっしゃい。食べられるんかと思って。なんかいたっけ。おお、くっ、めっちゃ光ってる。そんなに当たってなかったんだ。ああそう、違うかな、違うね。おお、合わせ技。なるほど、これ邪魔で、てか普通に横から矢で撃っても攻略できそうだけど、これ多分上行っちゃうよ。ええー、放物線描いたの面白、面白、何これ。はい、何これ。あー、あれか、これだね。なるほど、回さないと。よし、でもう一個のところがね、なんか写真の右側がこうちょっとしたゴツゴツがあるのが特徴的なもので、左下に森かな、なんかこの辺のゴツゴツ感は
なんか似てないか。これだな。この辺の動きがすごい似てる。ここだな。なんかこれカメラ向けてるとターミネーターみたいになった気分になりますね。ピロピロピロ。記念の盾、気になるな。って言われそう。あ、そうなの。うっそ。降臨。あった降臨。サーフィンか。なるほどね。行こうか。おりゃ。くふ、合わせ技か。クリア。いやー長かったー。途中で2つぐらい祠があったっぽいな。2時間経ちましたね。2時間でメドの証2つゲットして3つ全部揃いました。じゃあボス戦引き続き行こうかと思ったんですけど、まあ、今日はここまでにしてまた次回にします。はい、ということで長々とご視聴ありがとうございます。ぜひショールームの方のフォローお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。